やあ、刹那圭介だよ。今回はいろんな方々とお湯の森をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあいろんな方を集めてお湯の森をやっていきます。2回目言いました。じゃあ早速集まってくれた方の紹介をしていきたいと思います。まあとりあえずまあ俺の動画やけん、俺のことは分かっとると思うけど、刹那圭介です。はい。イエーイ、はい、じゃあ順番は左の方からでどうぞ。じゃあ僕ですかね、入るのは。はいはい、どうもダチと申します。 YouTube で動画上げてたりしますが、まあ今回刹那圭介さんと一緒にやらせていただきます。まあ絵は恐ろしいぐらい下手くそですが頑張っていきたいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。俺の検討ツールでダチさんの隠しとったんやけど、これ何すいません、すいません。アクシデントもネタのうちですね。コメントの色は何を使うんで？青です。青ね、了解です。あ、俺のこと言ってなかった。俺のコメントは青で、よろしくお願いします。じゃあ次の方。あ、私ですか。そうですね、ですね。はい、はじめまして皆さん、ライムと申します。 YouTube の方で実況動画上げてます。まだ本数は少ないんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい。コメントの色の方は緑ですね。はい。じゃあ次の方。あ、確か。はい、南倉琥珀と申します。こちらの、うんこ書きました。このうんこ書きました。光源図。で、チャットの色は、茶色使います。茶色使います。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ次の方。はい、こんにちは、まめでーす。YouTube でゲーム実況あげてまーす。この、あ、見えない。まめとピカチュウ描きました。文字の色は、これですね。はい、ピンク使いまーす。よろしくお願いしまーす。よろしくお願いしまーす。お願いしまーす。お願いします。ラストの方、どうぞ。メタスってやつです。YouTube の方で、実況動画を、上げさせてもらってます。チャットの色は、黄色を使わせてもらいます。お願い、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ全員の紹介も終わったところで、じゃあ今回の企画の紹介をしていきたいと思います。はい、はい、ここにもある通り MVP 争奪戦、今回4試合させてもらいます。あっ、あってなんだい、ん落ちるかも。何？こんなこともある。ありますよ。ヤバタンダイ。でもまだ。ヤバスティックバイオレンスとはこのことか。ですね。このことですね。まだ試合が始まってないのでまだ。大丈夫。大丈夫。いやもう2回目ですよ。大丈夫。オッケー。大丈夫だが心配だ。大丈夫だが心配だ。まあ企画の説明の方に戻ろう。はい。はい。MVP争奪戦。邪魔をするな、君ら。今回4試合させてもらいます。はい、そんでそれぞれの MVP の回数を競い合っていきたいと思います。一番多い人が優勝、まあ優勝したところで何も優勝の賞品なんかないけどね。はい、名誉だけ。名誉。まあそんな感じ、説明終わり。はい、はい、では、はい、では早速やっていきたいけど、難易度の方なんですが、1試合目はあえて簡単でいきたい。あえて、ここであえて難易度の買い方どうするんだったっけ。あれ、ルール設定が、難易度普通が一番あれだよ。簡単じゃないぞ。普通と難しいじゃんだけじゃなかったでしょ。普通難しい、すべてがある。あら、簡単ない。あれ、おかしいな、簡単あったはずなのに。あれ、今普通になってる。あれ、じゃあ普通じゃないですか。しょうがない、普通じゃないでしょうか。このゲーム、簡単を用意してくれない。なるほど。ハードだな。簡単なゲームなどやるなと。結構カオスな戦いになってくる。ですね。もう私、片手でやるんで。お、マジですか、片手宣言。なんていうか、マイクが片手なんで。ああ。撮ってるんで。ググリ券はどう？ああ、そうだ、それはググリ券。ググリ券を。なんか汚くなった。それが多分俺の言い忘れ取ってやったんだと思う。ですね。今回のレギュレーションというかルールといいますか、ググるのは4試合のうち2回までと。4試合を通して2回まで、はい、それを言い忘れてたんだ。あ、つまりどこでググるかも勝負になってくるわけです、ね、そういうわけです。
ちなみに俺はググイよったらそれがキャプチャーに移るので一回もググらない宣言も行きたい。ググレカスあの薄いし、ググレカスってなんだってこんなカオスなメンバーでやっていきたいと思います。波乱が尽きない、はい、ですね。ほらもう、うわぁ、うわぁ、ボケすぎたボケ、あもうスタートするぞこの野郎。じゃあゲームスタートしましょう。押しましょう。押しましょう。はい。押しました。じゃあスタートするぞ。スタート5秒目。はい、4、5、3、4、3、えぇやっていきましょう。決まった。お、さすが。いきなり俺かい。トップバッター、せつけい。トップバッター、せつけい。いい感じですね。おう、これはまだ簡単だ。ただいきなりうんことかやめてね。やめてよね、うんことかうんことか。おー、もう普段うんこって言わん人までうんこって言いやがった。てめえら、琥珀に乗せられてんじゃねえぞ。イェーイ、イェーイ。なんだろう、これ。これは俺の日頃見よるものだと思ってくれてもいいと思うんやけど、色もちょっと重要かな。お、黒ってことですか。え、違うの。あ、目玉だったらもうちょい色変えるからね。あ、わかった。使う。あ、そう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 。ああ、なるほど。出なかった。ちなみに俺は空気かと思った。専門学校通ってるんだ。はい、マメさん。え、これこれこれ、あ、ちょ、え、待って、わかんねえ。なに、ね、え、ちょっと待って。ちょっと変わった。もうググる？おい。とりあえず、こうザブーンと。ザブーン。はい。ザブーンと。海は広いな、大きいな。そうそう、それを。もしかしてことわざきた？いや。ですか。ん？海が入らないようにするこれ。これか。はい、リンゴ。遅かった。取られた。ギリギリ早かった。悔しい。あ、私だ。次は私。あゆむさん。意味わかんない。意味わかんない。もうググるのか、ググらないのか。普通なのに難しいんだよ。人が出てきた。こういうこと？え、どういうこと？意味がわかんない。とりあえずこんな感じかな。お？え、以上ですか？以上です。え？わかんない。これとしか言いようがねえだろうが。え？なるほど。なんだろう。人が少なすぎだよ。ちょっとこれは少なくないですか？頑張れよ。もう少し、え、ちょっと待って、画力なさすぎるわ。え、状況って言うかもいいな、これは。あ、え、ちょっと待って。え、お、書き直した。足ちっちゃ。頭はでっかちだ。どういうこと。逆に等身。いや、そこもね、ヒントかもしれませんね。ああ、あるかもしれん。わからんぞ。わからない。挨拶。なんか喋よる。なんか知ってる。字書けない。やーって言った、やーって言ってる。やーって。こういうことなんかな、よくわかんないけど、なんかとりあえずなんか、こんな感じかな。魔法の言葉で。さあ、え？なんだ？なんだこれは。なんだよこれ。わかんないな。え、これで合ってると思うんだけど。いやー、髪の毛が増えてきた。髪の毛が増えてきたぞ。しかも、しかしながらバー。突き出すところは即せないとは思うぞ。もうちょい別のところをつけてくれないかね。目と目が合う。あったからなんだという。わかんないな。むずいぞ。これ難易度普通だろ。うん、漢字で普通になんか、なんか普通の。漢字？漢字？うん、漢字二文字に、ひらがな一つ。はぁ、あ。うん。なぁ？え？え、わからねぇ。え？え、やばいぞ。漢字二文字に、いがつく。い。いいですか？はぁ？いや、僕自分もわかんない。これで合ってんのか自信もないわ、映画。え？わからん。そういうなんか微妙なところ行ったんだ。どうだ。そんなこんなで残り20秒です。やばいぞ。やばいぞ。
適当に打って、ちょっと俺ラッキーショットを狙え。ラッキーショットを狙え。だいぶ適当、だいぶ適当だ。ラッキーショットを狙え。ラッキーショットを狙え。日本語できらないぞ。あ、もうないね、時間。ですね、あと5秒です。あの、ほり。やばい、画力がなさすぎる。なんだこれ。やばい、やばい、やばい。え、合ってんのかな、こういうことじゃないの。違うと思うな。いや、違います。違うと思うな。違う、やべ、僕だ。やばい。いやー。意味が分かんなかった。あ、はい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 。どう言われて何を書けばいいかは微妙やけど、居合切りの居合ってこれだですね。そっちですね。へえ。あの居合わせるとか言うけれだと思った。ああ。少なくともなんか二人が立って話しちゃうような感じではない。あ、ちょっと待った。待った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 。まあ物で物をいっぱい書いていこう。ここは。物。ん？モノ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 何が出てくるかな。なんか出てきた。筆みたいなんか出てきた。なんじゃこれ。それともひっくり返ったアイスクリームか。落ちるぞ。全然違いますよ。アイスクリーム。なんだぞや。ん？マメさん惜しい、これは。あ。ああ。なんだろう。それは。アイス。ちっちゃ。え、ちっちゃ。いやもう。まあ。コンパクトにね。マジ勝てないな。絵がちっちゃいどー。どい、どい。この、このピンポイントすごいな、ピンポイントピンポイント、あ、黒、黒。あ、つまり、マグロとかそういうことか。あ、魚ではなく。違うっちゃ違うんすけど。なんだろう、ピンポイントなんていうのかな、もう、結構画力ないとできないですよ、これ。普通でそんなのが出てくるとは。けど、トリっぽいのが出てきた。まあはい、そうです、そうです。で、それを具体的に。具体的に？なんだ？僕の画力で。かけるっていうことですかね？見たことありますか？ね、これは。まあ、言われたら、あーってなる感じですね。あー。あー。いや、ひよこではないな。あ、間違いない。ああ、ちょっと待ってください。とりあえず鳥の名前を並べるんだ、みんな。そうです。とにかく鳥の名前を。出てきた。鳥、普通に鳥。え？なんだ？鳥の名前。鳥の名前、キョロちゃんか、キョロちゃんか。あ、わかる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 。これか。違う。ペリカンとかそういう感じかもしれないです。これだ。ん？あ、違った。ペリパ。わかるわかるわかる。あ、抜けた。わかるわかる。なんかわかるような気がする。そう、詳しいのか。あー、琥珀さんが。マジ最悪。なんていうのかな、イメージ、僕のイメージはなんか、なんていうのかな、じゃないの？運ぶ感じ？あ、わかった、わかった。あー、なるほど。マジかよ、マジか。俺こう、俺それに運ぶイメージない。なんか、球根状みたいな顔してた。間違ってるのか、俺は。なんだ？入っていきなり。こんなん書けねえよ。こんなん書けねえよ。無理だよ。出た、茶色。しかも茶色だよ。しかも茶色だよ。茶色だ。違う。やめい。明らか違うでしょこれ。チーになっただけ。なんだなんだ。うん。なんだ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 。これはどんなのやったっけな。覚えてないぞ。あの大便とかなんかそういうのうんこ系を出すのやめましょうよ。やめましょう。今一人うんこ頭巾とか言ってる人いますけど。ドラえもん。これ、ちょっと待って、嘘だろ、おい。ググってもいいんですよ。ググってもいいんですよ。なにこれ、なにでもね、なんか、あのね、間違ってはない。あながち間違ってはない。あ？こんな感じだよ。うん。あのね、色大事、色大事。色大事。色大事。色大事結構。うん、なに、これむずいって。違うの？ボディビルってなんだ？ダーは。ボディビルですか？ノーダー。黒。お、黒が来たぞ。これわかるかな？わかんねえだろうな。ググってもいいんですよ。ググじゃないやな問題。変態ってまたズバッとした。ググっては違う。
え、なんで顔が黒いんだ。顔が黒いのも意味が？意味がある。あるんですよね。やっぱ。ん？かぶった。あの犯罪者しか見えねえなこれ。確かに。あの僕私はですね。逮捕されちゃう逮捕。え、何？やべえキュート。どこが？どこが？なんか顔が。動物系と見て。あ、動物？動物？あ、つまり何々人的な。人ではないぞ。タラコく、え？唇だなこいつ。え、これむずって、むずって、そういう系だって、そういう系。ああ、そういう系だね。当たった、やった、いやー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 。なるほどね、そういうこと。いやー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 。フルクモード。3人。あ、終わっち。はい。はい、ちもです。私わかんない。ちょっと待って。あれら本当に協力できるのか？大丈夫なのか？ごめんなさい、私バカなんで。協力できるのかこれに。あ、ごめんなさい、私わかんないです。協力プレイとか言いながら、なんかあるかな。だいたいこの協力プレイって協力できてないような。協力できてない。いつも思うけどですね。え、多分ここら辺わかんない。そこそこ県名を並べるんだ。都道府県名を並べるんだ。いけ。え、ここら辺だよ。おそらくさまら、チリもできないのか。なんかこのね、この場所のチリ全然わかんない。あー、はい、あれだね、生ハゲ書けばよかったね、生ハゲ。ズバリ第1試合目 MVP は？クレヨンしんちゃんと思い浮かばんわ。マメちゃん。マメさんが1つ目。すごいっすね。マメさん、すごい取ってますね、マメさん。なるほどね。一人だけつば抜けてる。外れてると思うけど、得点360だからね。すごいよ。すごいっすわ。あ、押してなかった。多分当てた回数も多いじゃない。ですね、多分多いですね。